さ、もっとガーンって感じの屋号、屋号、屋号にするか、火災号はね。かわいい屋号、萌えキャラ屋号にしよう。あとはみんなのセンスにお任せしよう。うわぁ、萌えキャラ屋号、やば、屋号さんの顔描くの難しいな。でもこれでさ、なんか理解してくれそうじゃない、みんな。えいこれ良くない、なんかぽくない、こんなさ、こういう時こうやってなんかこういう星飛びがちじゃないこういうコテンみたいな、コテテン、ほえー、おじたん、おじたん、魔法少女になっちゃった、ただの会社員だったのに、ほえー、こんな人ホロメにおった、こんな人ホロメにおった、スーパーアイドル、屋号のスーパーアイドルマジカル屋号誕生、よし、よいしょと。誰、分かった、これ屋号や、屋号 is number one number one idol、 これやな、ベスト、あ、ベストガールか。次のお題は、ドルル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 ル、誰？マリリン？少し年を重ねたけど、まだマリンやってます。あ、まだ、いや、いいか、別に、ま、これマリンだよね、これね、マリリンだよね、これね、見ていこう、見ていきましょう、ラストを見ていきましょう。キャラ屋号、萌えキャラ屋号か、はい、かわいい、でもわかる、屋号だ、スーパーアイドルマジカル屋号誕生、ひーちゃー、伝わってる、うわうわ、誰、寿司屋でしょ、ヤグソの一アイドル、伝わってる、なんで伝わってんのこれ、少し年を重ねたけど、まだマリンやってます、マリンじゃねえと、まだマリンやってます、ごめん、いろいろ感じる文章やな、すごいよこれ、ごめん、まだマリンやってます、手紙、誰かに手紙を書いている、ごめん、ごめん、いやー、こっかマリリンじゃなかったか、これどこがマリリンなんだよ、髪型かな、髪型がマリリンかなと思って、おー、許せねー、すまんすまんて、あ、切れそう、マジで、ちょっとまだこれ以外にも切れそうなのがまだ残ってることをね、船長は知っている、あ、そうなの、踊って腰を痛めるマリリン、